こせ。県民が笑顔で安心して暮らせる地域を作る仕事。警察官。まず勤務時間から説明します。通常勤務は平日午前8時30分から午後5時15分までの勤務で、基本的には土日祝日は休みという勤務です。次に交代制勤務について説明します。交番勤務は3交代制の勤務形態です。当番、非番、交給のサイクルで勤務しています。当番日の1日目は朝8時半から翌朝8時半まで勤務します。24時間勤務するのですが、仮眠時間がありますので交代で休憩を取りながら仕事をします。次の係にバトンタッチをした後は警察署で事件・事故の報告や残務処理などを行い、勤務は終了です。お昼くらいには自宅に帰り休みます。そしてその翌日は公休日、一日休みとなります。その翌日はまた当番なので勤務となります。このようなサイクルで勤務をするのが3交代勤務です。年次有給休暇は年間20日取ることができます。1年目の新規採用者は4月から採用となるので、1月から3月の休暇分がないために年間15日となります。年次有給休暇の他にも結婚休暇や出産休暇も取ることができますし、毎年夏季休暇も5日は必ず取得するようになります。女性の場合は出産後最長3年間育児休暇を取得することができますし、復帰後も時間を短縮して勤務をするという選択もでき、子供がいても働きやすい制度になっています。警察学校卒業後も様々な研修制度が充実しています。特に若手警察官にはスキルアップを目的とした研修だけでなく、将来のキャリア形成を支援する研修も用意されています。また学歴や性別を問わず、昇任制度は完全な実力主義です。公平な昇任試験により行い、日頃の努力を正当に評価します。なので自分の頑張り次第で昇任もスピードアップ、自らのキャリアをデザインしていくことが可能です。まずは警察学校に巡査として入校し、卒業後大卒者は採用後おおむね2年、大卒以外のものは採用後おおむね4年で昇任試験を受けることができます。巡査部長、警部補、警部、警視、警視正へと昇任していきます。採用試験について説明します。採用試験は第一次試験から第三次試験まで行っています。第一次試験は警察官として必要な一般知識と知能についての択一式筆記試験と、大卒者は論文試験、その他の方は作文試験を行います。第二次試験は握力、腕立て伏せ、反復横跳び、立ち幅跳び、上体起こし、20メートルシャトルランを種目とする体力試験を行います。体力試験は不安に思う方もいると思いますが、基礎体力があれば十分合格できます。日頃からランニングや筋トレなど体を動かしておきましょう。そして第三次試験は面接試験です。20分程度の個別面接で、使命感、信頼感、コミュニケーション力、判断力、積極性、達成力などについて面接します。面接内容は一般的な面接試験と何ら変わりません。時間も限られていますので、警察官になりたい気持ちをしっかりアピールできるように頑張ってください。試験はすべて総合得点で、第一次試験から第三次試験までの成績を総合して行います。柔道、剣道、語学、
情報処理、簿記など一定の資格に対する加点制度もあります。詳しくは受験の時によく確認してみてください。警察の仕事はほとんどが人を相手にする仕事です。警察官、警察事務職員として働きたいと意欲のある方、そして人のために役立ちたいと思う誠実で思いやりのある方を求めています。ご紹介したように、警察の多種多様な仕事にはさまざまな個性を持った方の力が必要です。自分らしく働けるフィールドで県民のために全力を尽くしてみませんか。皆さんと仕事できる日を楽しみにしています。